こっちからダーン。もうブリブリに焼けてるでしょ。ブリブリに、ブリブリザイモン、ブリ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 。チャース、トトでございます。僕はただいま、カンボジアプノンペンで滞在しておるホテルにおります。このホテルがね、結構良かったです。はい、多分ね、紹介もしてると思うんですけども、 HM セントラルグランドホテル、はい、すごい良かったです。はいで、まあこのね、ホテルをこの後チェックアウトして、一旦ですね、空港の方には向かうんですけど、実はですね、行きは、僕何で来たっけ、あそこハノイから入ってきたんであれなんですけど、今日ベトジェットで、関空を出発してハノイ行って、ハノイから、ベトジェットで、シムリアップ来て、そこからまた、エアアジアかな、次乗って来てプノンペンに来たっていう感じなんですけど、プノンペンから日本に帰るのに、今回はエアアジアで帰ります。でただ、もちろん直行便が出ていないので、僕の場合はプノンペンから、南下してクアラルンプールですね、マレーシアのクアラルンプール経由で、日本に帰るといった形でございますが、プノンペンからクアラルンプール、クアラルンプールから日本、両方ともですね、相当前に、まだ日本出発前ぐらいかなに時間が変更になっていて、もともとプノンペンからクアラルンプールには、ちょっとごめんなさいね、見ながらにはなるんですけど、13時40分発の飛行機で16時40分着のエアアジアに乗っていく予定だったのが、まずちょっと1時間ぐらい早まって12時25分発のプノンペン発、15時15分着クアラルンプールといった1時間ちょっと前倒しの飛行機になってます。でクアラルンプールから、大阪に帰るのには、ですね、もともと1時55分、日付変わってですね、明日の深夜1時55分発のクアラルンプール発、関空着が9時35分、朝ですね、だったんですけど、これがですね、朝5時半発の当日のお昼の1時10分着に変わってます。なので、もともととはいえ9時間ぐらいのトランジットが必要な航空券を取っていたんですけど、それが、14時間のトランジットになります。はい。まあ、なんで、お察しの方はお分かりかとは思いますが、僕は一旦クアラルンプールについてはですね、多分スルーバゲージだとは思うんですけど、一旦、普通に入国して、市街地に出ようかなと思いますんで、今回の帰国動画に関しては、ただ帰るだけじゃなくて、ちょっとクアラルンプールを散策して、まあ行くところって言ってもね、そんなに、夕方以降なんで、ちょっと限られては来るんですけど、ちょっとね、クアラルンプールの動画もちょっと交えて、日本に帰国したいなと思います。てな感じでですね、早速空港の方に向かっていきましょう。レッツゴー。はい、チェックアウトプリーズ。おくんちゅらい。バイ。I'll wait to see your golden smile. Feel of a thousand kisses. Oh, please stay a while. I'll reach up to hold your sunlit face. Feels like a handful of silk now. I'm in your warm embrace. Oh, I hope this feeling lasts till the oceans turn to glass. And
はい、ということでですね、取り急ぎ、プノンペン国際空港に到着しました。で、ここからですね、私はチェックインをするんですけども、まあ、先ほども言った通り、エアアジアに乗って、行きますが、ですね、はい、とりあえず向かいます。エアアジアで行きます。で、なんか、ここだけ一列人がブワーッと並んでますけど、なんかそんなめっちゃ人いるかって言ったらそうでもないけど、まあ、それなりにって感じですね。はい。Kansai, right? Yeah. Oh, sorry. This luggage is through baggage? Yeah, yeah, yeah. Phnom Penh, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur to Kansai. Mm-hmm. Thank you. Oh, good job. Right. はい、ということで、はい、並んでオープンして速攻並んで速攻、はい、取りました。で、なんかね、僕今回トリップドットコムで、チケットは取ってて、トリップドットコムでは、そう、今回がエアアジアで、クアラルンプールまで行って、クアラルンプールから関空まではエアアジアなんだけど、プルハドだっけ、ちょっと座席が多いやつ、確か2列3列2列だった、あるよね。で、なんか違うんだよね。で、そう、トリップドットコム上ではスルーバゲージが不可の可能性ありますって書いてたんだけど、スルーバゲージで行けましたんで、僕はご覧の通り、航空券がね2枚ありますんで、とはいいですね、僕ははい、一旦クアラルンプールでは入国します。はい、入国しますんで、一旦とりあえずはクアラルンプールに向かっていきたいなと思います。ひとまずね、もうそそくさと、どこだっけ、イミグレ抜けていきます。どうも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 、皆様お待たせしましたね。ここのバーガーキングで、チーズバーベキューチーズバーガーセットを頼みましたんで、これ食べてね、時間待ちたいなと思いますが、そうだ、あのね、僕調べだと、日本に帰った時に両替所で、要はリエルを、カンボジアの、ね、通貨リエルなんだけど、リエルを日本円に変えることができないって僕は情報を今持ってて、嘘かどうか分かんないからあれなんだけど、まあ、一応ね、そのネットで調べたらそういう情報が書いてあった。うん。ただこれは空港によるのか両替所によるのかもわかんないけど、だから僕は、カンボジアのプノンペンで、ホテルチェックアウトする前に、オルセーマーケットの近くに、両替所が、レートのいい両替所があるっていう話だったんで、ここに行って、リエルだけをドルに変えて、まあ、言っても4ドル、4、5ドルしか持ってなかったんだけど、リエルは。4ドル5ドルだけもらって、今全部手持ちはドルにした状況で、出国します。なんで分かんないです、リエルが日本円に、両替できる可能性はありますけど、僕の調べではできないっていう情報だったんで、はい、皆さんももしカンボジアから、ね、日本に帰られる場合は、まあ、そこはなんか注意した方がいいかなと思います。まあ、別にまたカンボジア行くよっていう人がいるんだったら、でね、リエルのまま持っててもいいと思うんですけど、こんな感じでございます。はい、ちなみに一応その、僕が両替した、レートのいいと言われている両替所は一応概要欄にリンク貼ってきますので、よかったら使ってください。朝6時半7時からやってます。で、ちなみに、クアラルンプールといったら僕は市内に出るので、さっきも言った通り一旦、普通に入国をします。で、普通に入国をして、クリアエクスプレスだっけ、空港と市街地の特急みたいなのを、僕はもうチケット買ってあるので、今回は KK デイじゃなくて、すみません、クルックで買いましたね。往復で、3000円ぐらいだったと思います。はい、往復で、2790円ですね。2790円でした。まあ、従来だと多分もうちょっとかかると思う。普通に買ったら多分3500円ぐらい往復でかかるはずなんで、まあ、安くは買えております。こちらですね、うん、こちら、はい、安くは買えております。で、これの一番いいところは、まずクアラルンプールって僕の記憶上ね、
あの券売機のところにスタッフがいなかったりするの。だからどう買っていいか分かんなかったりとかするんで、なんでこのですね、クルックで買うとこの QR コードが発行されるので、この QR コードを改札にピッてするだけで乗れて、ピッてするだけで出れるので、煩わしさが何もないです、はい、っていう便利さがあるのでね、皆様、特急とか乗るときはクルックとか、KKD とか使った方がいいと思います。はい、ということでですね、とりあえず、クアラルンプール国際空港ターミナル2に着きまして、多分ね、やかましかったんで全部カットしてると思いますが、今日ですね、2024年の8月1日でございます。カンボジアとクアラルンプールのエアアジアで何かあったんですか？やかましすぎて僕多分ね、撮影してないと思うんだけど、なんかあったっぽいです。で、今到着の時もね、多分スマホで撮ったの画像出し動画出してるかな、なんかいろんな歓迎ムードがありまして、まあ、僕もこんなんもらったりね、はい、エアアジアのなんかもらったりしまして、もうとりあえず何があったか分かりません、はい、とりあえず分からないんで一旦僕は入国します、はい、で入国して、イミグレ抜けて、市内、クアラルンプール市街地の方に向かっていきたいなと思います。ですね、今ね、イミグレの目の前にいるんですけど、なんかマレーシア、今入国するのにデジタルアライバルカードを登録っていうのを、入国3日以内、にやらなきゃいけないらしいです。で、それをもちろんやってなくて、今日はね、僕いつだっけ、去年セブ島からの帰り、どっかからの帰りでマレーシアで同じようにね、乗り継ぎマレーシアで入国したんですけど、その時何もいらなくて、で、まあ今回も当然ね、何もせずに来たら、なんか必要だって言われて、今一生懸命登録をしてるんですけど、はい、そんな状況です。なんかそのデジタルアライバルカードっていうのを実は登録しなきゃいけないらしいですんで、皆さん、マレーシア入国する際は3日以内、に、対応してくださいね。僕は今頑張ってます。はい、ということで、到着ロビー出てきました。で、出てきた後に実は僕もリュックをね、手荷物かリュックと手荷物を実は預けました。で、一応ねちょっと紹介だけしておくと、到着ロビーを出て、まっすぐというか左側だね、出てまっすぐ左側に行けばフードコートがあるんですよ。フードコートをもうちょっと進んだところに、荷物を預けれるところがあります。で、そこがね、時間帯じゃなくて1日ごとしか預けれないので、
まあ、僕はもう1日で料金36リンギットかな、なんで、1000円ちょっと、はい、正確に出してますけど1000円ちょっとで荷物を預けてます。なのでもし、このマレーシアでトランジットで、観光する人はここに預けるか、多分ここが一番出口から近いです。はい、僕調べね、2箇所あるんだけど、もう1箇所が、ね、僕行ったことなくていつもここ使ってるんだけど、はい、ここが一番近いので、ここよかったら利用してみてください。ここですね、バゲッジソリューションっていう名前の店でございますんで、はい、皆さんここ使って荷物預けて行かれるのが一番いいかなと思います。で、僕はこれからですね、もう先ほど冒頭でも言った通り、僕はもうチケットを持っているんですけど、クリアエキスプレス、エクスプレス特急ですね、はい、持っているので、それにね今から乗って、どこだ一旦ですね、ブキビンタン、ブキビンタンの方に出たいなと思います。では行きましょう。で、僕の場合はもうこの QR コードをこうやってピッと、まあ、見ててもらえれば分かるんですけど、ここでピッとやればもう開きますんで、はい、本当クルクとかで買われた方が楽だと思います。はい、で一旦僕は、ブキミンタン行きますけど、KL セントラルですね、KL セントラルまで出て、そこで、マレーシア、グラブか、マレーシアもグラブですね、グラブ乗ってちょっとブキビンタンに行きたいなと思いますが、なんか髪の毛なんか羽まくってるけど大丈夫、そんな感じで一旦特急待ちます。で、これもね、マレーシアでトランジットとか、マレーシアトランジットじゃなくても、空港から市街地向かう方のためにお伝えしておくと、ここに、ね、ちょっと看板見えてるんだけど、こっちのブルーと紫みたいなのあって2つあるんだよね、特急にも。で、1つが、クリアトランジットで、もう1つが、クリアエクスプレス、はい、今これ来たのがブルーの方なんで、クリアトランジットです。で、これが停車駅が複数あって、こちらですね、停車駅が、ターミナル1と、あとサラクチンギ、プトラジャ、だからピンクモスク行く人はこのブルー乗らなきゃいけないです、プトラジャで降りるん で、あとはなんかこうね、停車駅がいくつかあって、で今回僕が乗っていくエクスプレスはもう本当にね、KL セントラル直行なんですよ、全く止まんないんで、KL セントラルには最終的にどっちも行くけど、途中で降りたい方は必ずトランジットの方を買わなきゃいけないです。エクスプレスを買ったらいけません。だから皆さん、それだけね注意して、買ってください。とりあえずKLセントラル着きました。で、ちょっと堂々と撮ってると多分言われるので、はい、さりげなく撮ってますが、で、今僕がエスカレーター上がってきてるのが、ショッピングモールですね、KLセントラルの目の前にあるなんとかモールっていうところに今来てます。で、ここの1階だっけな、ね、両替所があるんですよ。そこで僕は一旦、5,000-6,000円分を今からリンギットですね、両替して、そこからもブキビンタンに行くっていう形を取りたいなと思います。で、多分もう今もショッピングモールの方に来たので、多分カメラは大丈夫だと思います。過去にも撮ったことあるので大丈夫だと思いますが、はい、ユニクロがありますね。海外のユニクロは日本よりも高いです。はい、ここのショッピングモールはね、結構いろんなもの入ってますよ。うん、
日本で見るようなブランドも多々ありますし、見ないものも多々ありますし、いろんなものが売っております。ここはあれ両替所が、あれあれ、名前が変わってる。これ名前が変わってるぞ。あれ俺が違うとこ出てる。あそこじゃん、あそこ、あのね、ああいう名前じゃないのよ。何だっけな。そう、僕が多分ね、まあ、他も変わんない気もするけど、ケールリミットっていう、ケールリミットエクスチェンジっていうね、ところを使ってたんですよ。あれ俺が来たとこ間違ってる？ちょっと探しますね。僕はケールリミットエクスチェンジっていうね、両替所あるかって警備員に聞いたら、ここにはないって言われました。なんで多分武器民館の方にあるんですよ。武器民館2カ所あるんですけど、まあここでもうやっちゃいます。でよくわからないところにおります。はい、まあこの出口が何ていう出口かわかんないですけど、はい、ここにあるね、この両替所でしたいなと思います。まあ、言ってね、僕今日本円じゃないので、持ってるのが米ドルなんで、まあ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 、そんなね、あの損することはないでしょう。うん、まあ、一旦ですね、僕は50ドル米ドルをやりたいなと思います。はい、とりあえず両替できました。できまして、すごいね、まあ、1ドル5ドルが余ってたんで、あの中途半端なんですけど66ドルを両替しました。66ドル両替して264リンギット少ないのかどうか分からんけど、まあ、一旦ね264リンギット受け取りましたんで、一旦ねこのまま、本当は電車で行きたいんですけど、あの持っていくの忘れたんだよね、あのなんだっけ、電子のやつなんで、もういいやと思って、はい、もう武器便団から移動しませんので、あと行くときは空港なんでね、はい、行きたいなと思います。一旦、グラブ読んで行きましょう。はい、ということでですね、一旦グラブには乗ってきたんですけども、まだちょっとね夕方16時ぐらいなのかな、だってちょっと時間が早いんで、あの途中でちょっと降りました。で来た場所はこちらでございますね。ドーン、セントラルマーケット、逆光だね、セントラルマーケットに来ました。ということで、僕ね、まあ、入ってきましたけど、あの前回来たのがね確か2022年なんで、コロナがまだ完全に終わってない時なんですよね。はい、あのなんかマレーシアだとマイスジャテラっていうアプリ使って入国したのを覚えてるんで、その時から結構変わってます。多分こっちサイドのお店は全然変わってないんだけど、これ新しいよね、これね、スーパーみたいになってる。へえ、なんか新しくなってますよ。うん、ただね、こっち側のお店は本当変わってない気がする。うん、そうだね、全然変わってない気がする。でも人はね、やっぱ活気戻ってるね。うん、いいです。やっぱこっち側、この中心から左側、やっぱね変わってる、すごいよ、おしゃれになってる。みんなジュース屋さんなんかできたり、ご飯屋さんなんかできたり、おー、おしゃれ、変わってるよみんな。へえ、いいですね、活気が戻ってますよ、活気が。うん、でも何やかが全然分からん。あ、梨アヤムゴロやるやん。あ、チキン食いたいな、チキン食いたいけど違うチキン食いたいんだよね今。はい、皆さんはねどうですか。セントラルマーケット、そんなね縦が広くないんで、もうすぐそこで終わりなんですけど、見ていきましょうかね。あれ、あの日本人がよく買ってた石鹸屋さんとかってなくなったの？
正直ですね、僕何が買いたいかっていうわけではないんですけど、はい、なんかいいものがあればね。Which is the brand of your camera? Osmo, Osmo, DJI, Osmo 3. Osmo DJI. Pocket 3. Pocket 3. Okay. 今ですね、はい。なんか声かけられてるなと思ってずっとシカトしてたんですずっとシカトしてて、もうなんかしつこいなと思って振り返ったら、欧米のカップルでしたね。お前の使ってるカメラは何だと、はい、言われて、はい、いろいろ説明してました。広角がついてるのかとかね、いろいろ聞かれましたんでいろいろ答えました。すいません。何喋ってたか忘れたけど、とりあえず僕はね、ここに来たのは理由がありまして、特別これが欲しいっていうわけじゃないんだけど、なんか飾るものが欲しくてですね、はい、飾るものが欲しくて来ました。うん、あと飾るものがね、要はこういうのよね、なんかペトロナスツインタワーを買って帰るみたいな感じです。はい、ちょっと下はなんとなくもうね、2年前にも来てますんでね、大体なんとなく何があるかはもう分かっておりますので、私、はい、なんで2階に行って T シャツ、あれどっから2階に上がるんだっけこれ、 T シャツをちょっと見ましょうか。 T シャツとかアパレル系あったでしょ。あ、ここだ。この階段からね上がれますから、覚えてますよ私は。まあ、アパレル以外もなんかいろいろあった気がするけど、うん、とりあえず上がってきましたよ。で、確かこう2階にも飲食店が確かあったよね。うん、あ、こういうパンツ欲しいな。さ、別動画でね、カンボジア滞在の時の動画で言ってんだけど、こういう朝のパンツが欲しかったのよ。朝のパンツが、そう、デング熱予防でね、長ズボン履こうと思って。あ、でも結構するよ。結構35リンギット結構する、結構する。サザンが9,000円ぐらいか。でも1000円ぐらい、思ったよりも高かった。うん、あ、俺ここで T シャツ買ったわ。ここでここね、お母さんの顔がプリントされた T シャツが売ってた。ここ誰かのお母さんの写真がねプリントされた T シャツが売ってました。ちょっとその T シャツ今年2年後の今もあんのか。なんかね、そう、お母さんの顔がねプリントされた T シャツがあったんですよ。この辺にあったんでしょ。この辺にないな、お母さんプリント T シャツないですね。なんかこんなこじゃれた店なかったよ。コースターとかなんかこじゃれたものが売ってます。それにいくらすんのこういうの。書いてないけど、箱に書いてんの？書いてないや、値段。値段書いてませんわ。あ、これじゃないよね。あ、これか。ワンピース15リンギット？結構すんね。結構すんね。そんな安い？ 20 リンギット。安いな、思ったより。あ、でもなんか、マレーシア土産でもちょっと小切れ物が欲しいときは多分ここおすすめかもしれない。マグカップとかも売ってるし、キーホルダー、コースター、あとはキーホルダーとかもあるし、何やのこれ。あ、これマグネットね。で、なんかわかんない、これなんか鍋とか置くやつとかもあるし、これちょっといいよ。うん、はい。This one, please. 23? Yeah.
はい、ということで、23リンギットでしたね。はい、はい、23リンギット。それなりに重さあるやつ買いました。23リンギット。そう、僕ね、家でね、仕事をしてるんですよ。はい、私、本業が、ごめんなさいね、顔が全然映ってませんでした。お金直してたんですけど、本業がですね、私、リモートワークで在宅なんですよ。で、お家でね、パソコンデスクで仕事をしてますので、このパソコンデスクにね、ちょっとそのやっぱ旅行のものを彩りたいなと思いまして、はい、つい最近からですね、いつだっけな、バリ島あたりから、はい、こういうのを買っておくようにしてます。うん、はい、ということで続いてやってきましたのはですね、まあまあまあ有名なこと、有名なここですよ、アロー通りでございます。はい、今時間がですね7時ごろでございまして、まあ、飯食うにはねいい時間だということで飯を食いに行きましたぜ。本当はねちょっと行きたかった店があったんですけど、ちょっと距離が離れてるもんでやめました。はい、何だっけ、梨レマアヤムゴレンをね、うまい店があるんですよ。ここ行こうと思ったんですけど、ちょっとやめて、せっかくなんでちょっとアロー通りをに来ました。で、正直ね、まあ、店は山ほどありまして、どこに入るか普通だったら迷うとこだと思いますが、僕はもう行く店は決めております。はい、皆さんマレーシア来たことある人ならもう誰もが一度は行ったんじゃないですか。はい、僕も前回マレーシア来た時には行ったんですけど、まあ、やっぱねそこの手羽先が食いたいなと、せっかくなんで、はい、そのお店に今向かっていきますが、いかんせんですね、そのお店がこのアロー通りの端っこにありまして、僕逆の端から入ってますんで、ちょっと頑張って歩きます。ちなみに知らない方にもいろいろこうお伝えしておくと、まあ、屋台とかで、こういうね果物とか普通のこう食べ歩きじゃないけどっていうのも売ってたりしますし、まあ、こっち側はね全部お店になってます。お店になってて、もう気に入ったところのお店の気に入った席に座るっていうのがスタンスです。で、こういう風にね普通に路面店というか屋台で売られてる食べ物もあります。で、そんなこんなでねやってきましたよ。はい、これが僕が求めてたお店でございます。なんか変わったな。じゃん、こちらでございます。ダブル AW レストランと書いておりますが、確かここのお店の名前がワオアウレストランやったっけな。そんな名前、ワオアウレストランだから、ワオアワレストラン。はい、ここはですね、皆様気づきました？はい、こちらはですね偽ミッキーの店と日本では言われておりますね。日本では偽ミッキーの店、無駄に店舗が広いんですよ。ここが多分他の店よりも一番店が広いんじゃないかな。はい、でここはね正直広いけど空いてる席探すのが困難でして結構大変です。見ての通り、見ての通り、皆さん多分ほぼほぼ空いてないのよ。ほぼほぼ空いてない。なんで本当必死です、ここの店入るのは。なんですが、大体ね、ピン客だとなんとか埋め込んでくれるので、そういうのは結構安心できるんですが、相席になる可能性もあります。はい、一人 OK、 やった、お兄ちゃんに OK もらった、このお兄ちゃんに OK もらったぜ。 Thank you。 煙たいけど、煙たいけど、もうここ座る。後ろ見て分かるでしょ。めっちゃ煙たいし、はい、めっちゃ目痛いけど、もうしゃあない、もうわがまま言ってられません。なんで一旦ですね、僕は食べたかったものを食べたいなと思います。すごいよ、ここで手羽先焼いてますけど、ほら、ここで手羽先を焼いております。すごいでしょ。あとこっちもね、
こっちも同様で手羽先をここで焼いておりますよ。すごい、あ、もっちゃんすごい、もうどんどん持ってくる、どん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 持ってくる、全部手羽先。はい、ということで頼んだものがやってきました。こちらでございます。手羽先5ピース、手羽先でございます。皆様、ワーオーワーレストランといったら手羽先でしょ。手羽先5ピース、こちらですね。あとシーフードチャーハンでございます。もう言わずもがな、シーフード、イカがたっぷりでございますね。はい、でこれで、あと僕コーラ頼んでて、コーラ全部で、40リンギットでした。なんで1200円ぐらい、結構ええ値段しますね、相変わらず。はい、な感じで食べていきたいなと思います。あと、そう、あとこれね、なんかあのタレです。これタレ、これ確か辛かったはず。あ、辛いやつ、俺の記憶は確かやったな感じで食べましょう。僕のコーラはまだですか。じゃん、こっちから行ったらあかんな、こっちやな、こっちから、じゃーん。もうブリブリに焼けてるでしょ、ブリブリに、ブリブリザイモン、ブリ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 、いただきます。うん、うまい。世界の山ちゃんなんか目じゃないよ。うん、はい、そしたらちょっと手羽先じゃない、これなんていうの、分からへんけど、とりあえずチキン、味は一緒よ。 どこ食ったって味一緒、うまい、それだけ。そろそろ偽ミッキーも本物のミッキーにしてあげた方がいいと思うよ。頑張ってるもん、頑張って焼いてるもん、ほらね、そろそろ本物に仕上げてもいいと思うよ。そしたらシーフードチャーハン、いただきます。うん、まあまあまあ普通です。チャーハンに関しては普通です。うん、なんていうの、やっぱ手羽先を売りにしてる店だからさ、やっぱね、手羽先うまい、それは当たり前、それ以外がうまい、それはすごい、そんな世の中うまくない。はい、突然電車乗ってるやんけこいつと思ったと思うんですけど、あのあとですね、飯食った後のマッサージ屋に行きまして、でマッサージ屋に行って、まあ、普通にねカメラも回しながら行ったんですけど、あの今混んでるから、混んでる時はちょっと撮影やめてほしいみたいな、まあ、他のお客さんのあれがあるんでということで、撮影ちょっとやめてほしいって言われて、ちょっとマッサージのお店のシーンが撮影できずに、きっちり120分きっちり120分受けてきました。はい、マッサージで、マッサージ終わって、その後グラブで、KL センターまで向かって、今空港に向かって、電車に乗ってるって感じです。でこれも、クリア エクスプレスかな、はい、っていう電車に乗っております。でただですね、空港についてどうしようかなって感じではあるんですけど、まあ、僕はもうチケット持ってるので、そのままチェックインする必要がなく中に入れるので、入ってちょっとラウンジ行って、はい、休憩がてらシャワー浴びてってしようかなと思っております。でもいかがでした、クアラルンプールのトランジット、大してあんま内容なかったでしょはい、内容なかったですね。本当はね、あのピンクのモスクですね、僕行ったことないんですよ。でピンクのモスク行こうと思ったんですけど、はい、ちょっとなんか空港出たの何時だっけな、あれ10
16時半ぐらいなんですよね、空港出たのが。違うわ、電車乗ったのが16時55分か。なんで、15分ぐらいで行けるんですけど、空港からだと。6時までなんですよね、ピンクのモスクは。なんで、ちょっと時間に追われるのも嫌だなと思ったんで、すいません、なんか、本当に、セントラルマーケットでね、好きな買いたいものだけ買って、はい、その後、腹減ったから って、食いたいものだけ食って、ね、っていう感じでしたけど、まあでも、そういうコースになると思います、皆さん。うん。ピンクモスク行く人は行って、そこからブキビンダの方行って飯食ってマッサージ受けて帰ってくるみたいな、大体そんな感じになると思いますんで、うん、だからみんな似たり寄ったりです、実際問題、うん、まあね、そんな感じなんで、はい、特に参考にしろとは言いませんので、はい、まあ、こういう過ごし方もあるよという感じで、まあ、一旦僕は、はい、空港の方に戻りたいなと思います。はい、ということで、第2ターミナルの、はい、クリアエクスプレス駅到着しました。今からですね、荷物受け取るんですが、これ実は出て正面です。はい、皆さんね、ここ正面でございます、僕の荷物ね。なんで皆様、さっきも言ったと思いますが、非常に、預けやすい場所にありますので、皆様ね、よかったら活用してみてください。こちらですよ、ここね、ここです。活用してみてくださいね。はい、ということでですね、ちょっとラウンジに入ってきました。隣に、女性がいますんでね、ちょっと静かめに、はい、声を落としながら行きたいと思うんですが、ですね、ここのラウンジはトラベルラウンジっていうところに持ってきました。なんで一旦ですね、僕はフルーツとこちら、こっち見せた方が早いかな、はい、こんな感じでね、はい、こんな感じで米にポテトにチキン、あとこちらですね、ジュース、水、ヨーグルト、はい、こんな感じでですね、ひとまずはちょっと時間を潰しつつ、ここで後でちょっとシャワー浴びて、ボーディングが何時だ、ボーディングが4時50分なので、あとは何時間、3時間ぐらい3時間ぐらいちょっとね、ここでのんびりのんべんだらりにしたいなと思います。はい、うん、ポテトですね、はい、ということで、関空到着しまして、もろもろですね、荷物預かって表出てきました。今回はですね、ベトナムハノイから始まり、サパに行き、シェムリアップ、プノンペンで、乗り継ぎでトランジットでクアラルンプールという形でね、トータル4カ所
1,2,3,4,4 箇所ですね、5箇所かクアラルンプール入れると5箇所、行った形になりました。で、どっかの動画でもね途中僕言ってたと思うんですけど、実はカンボジアでね、撮りたかった、3本の動画が全て撮影 NG で撮れなかったっていうハプニングもちょっとあって、正直カンボジア編に関しては撮れ高がどうなっているのかもう不安でしかありません、はい。でまあ、キリングフィールド と、トゥールスレーン、虐殺博物館で、あとはね夜遊び系ではあるんですけど、その3本が撮影まさかの、ね、NG ということで、はい。トゥールスレーンに関しては途中まであるので、ご要望があれば途中まででしたらお出しします、はい、というような感じでございますね。まあ、なんでちょっと、正直カンボジア目的で今回の旅ってハノイも行ってて、でしかもそのカンボジアの目的のトゥールスレーンとかその目的だったものが取れずに帰ってきてるんで、何しに行ったんだろう感はすごいあるんですけど、まあ、とはいえですね、次もまた僕は旅には出ていこうと思いますので、ぜひですね、まあ、このカンボジア、ベトナム編の動画もそうですし、他国のね、旅の動画もぜひ見ていただいて、いただければなと思います。はい。で、ですね、あんまりこう動画では僕言ってなかったんですけど、カンボジアでですね、僕めちゃくちゃ足、蚊に刺されまくりまして、足だけで 3,40 箇所かかれたんですけど、かかれた刺されたんですけど、普通にデング熱気をつけないと危ないですよっていうのは普通に思いましたね。なんでカンボジア行く方はね、長袖長ズボン持ってった方がいいかなと思います。暑いけどね、それぐらいした方がいいと思います。まあ、というような感じでですね、まあ、僕はとはいえ、一旦もう日本に14泊16日の旅を終えて帰ってきましたんで、またですね、先ほども申し上げた通り次の旅にはまた出ると思いますので、ぜひチャンネル登録高評価の方をしていただいて、引き続き見ていただけると嬉しいでございます。といった感じで今回のベトナム、カンボジアの動画はここで終わりたいなと思います。また次の旅でお会いしましょう。バイバーイ。聞こえてましたか？実は、はい、今回の旅ですね、実はフィリピンだけではございません。はい、ということで、ニノイ・アキノ空港に到着しました。